今日の伊藤孝恵チャンネルは政見放送を撮ってきましたです。現在衆議院議員選挙が始まっておりますが、候補者の政見放送の他に政党の政見放送というのがあります。今回国民民主党の政見放送9分は玉木雄一郎代表と私で2人で国民民主党の政策や政治姿勢についてお伝えさせていただくことになりました。この政見放送というのはですね、NHK の渋谷の放送センターで撮影するんですけども、私たちは今日10月16日土曜日の夕方6時からの枠になりました。今回、原稿は玉木代表と私で2人で書きました。2人で何度も相談をしたり、代表の脳内には一体何があるんですか、それを取材して私が言語化をし、文字化し、それをもう一回代表に見てもらって、でフィードバックをもらってというのを何往復もしました。特に今日なんて私朝10時から夕方4時までギリギリまで6時間原稿を書いておりました。というのもですね、やっぱり9分の中に収まりきらないというのをこう凝縮して削ったり、やっぱ入れようってなったり、やっぱり削ろうってなったり、そういうやり取りを朝からずっとしておりました。代表は茨城に応援演説に行っておりましたので、夕方こちらに東京に、来られて5時半に合流をして車の中で最終的に読み合わせをしました。あ、降りるの？降ります。お願いします。あれ？交代、車の中で読み合わせしますんで。OK。皆さんこんにちはって言いますね。せーの。皆さんこんにちは。国民民主党参議院議員の伊藤孝恵です。この音声が割れてちょっと音声レベルちょっと伊藤さんもう少し抑えてくださいみたいになるぐらい。わかりました。じゃあこのお互いのね読む速度とか分かりませんので、本当にこれが9分以内に収まっているのか分かりませんので、車の中で初めて読み合わせをしました。そうです。国民民主党が対決より解決にこだわってきたのは、ひとえに停滞するこの国を動かすためです。そしてそれがこの国に必要な野党像だと信じて疑わないからです。 NHK の放送センターに行って、原稿の微調整をし、最終的なものをプロンプターに反映をしていただき、そして1回目の収録、60点だったんですよ。で、代表はもう即決でしたね。もう一回やろうって。いや、私が60点ですねって言っちゃったからかもしれませんけども、例の恐怖の政見放送の、ルール、チャンスは2回。1回目にまず撮影をし、これを採用するならそれで終わりだけども、これを採用しないのであれば、何があろうと2回目にどんな失敗をしようと2回目のものが流れる形式。ああ、2回目失敗しちゃった。やっぱり1回目のさっきの採用させてくださいっていうのはなし。恐ろしいですね。もう一回やろうってなって、2回目を回しました。の結果はぜひ実際の政見放送でご確認いただければと思います。でもちょっとショックでしょ。いや全然やっぱりこのなんていうかな、こういうちょっとしたハプニングがあることがですね、 NHK もびっくりっていう感じになるのでいいのではない。今日覚えたでも素敵なものがあるんです。これ一体何でしょうか。これも政見放送でご確認いただければ幸いです。代表だけ綺麗にメイクしてもらって、私はテッカテカのままというのもご確認いただけるかと思います。だけどそうですね、国民民主党がどういう政党なのか、どういうことをやりたい政党なのか、少しでも伝わったらいいなと思って一生懸命2人でやりました。ぜひ、国民民主党の政見放送ご確認いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。